ジャームのミナレットジャームのミナレットは、アフガニスタンのゴール州、ハリー川とその支流ジャーム川の合流点のほとりにあるミナレット。ゴール朝のスルターン、ギアースティン・ムハンマドが築いたとされる。このミナレットは八角形の土台の上に60メートルの高さを持ち、褐色のレンガと青色のタイル装飾、ブハラで発展を遂げた幾何学模様。 クーフィー体アラビア文字の刻印などを特徴とする。このミナレットはゴールアサの最盛期であり、滅亡寸前でもあった12世紀末頃に建てられており、ゴールアサにおける建築技術の最高峰とも言われる。これは後に元ゴールアサの将軍でデリーするターンアサの奴隷王朝を開いたクトゥブ・ディーン、アイによって建設されたミナレット、クトゥブ・ミーナールに影響を与えたと言われる。 ちなみに、このミナレットの建設の目的は明らかではなく、外旋記念碑である、昔あったモスクの残骸など様々な説が唱えられている。このミナレットは、ゴール朝の滅亡以降忘れ去られていたが、アフガニスタン人の考古学者、アフマド・アリー・ハーアン・コフザードとフランス人のアンドレ・マリクの率いる探検隊によって1957年8月18日に発見された。 1960年代にはイタリア人のアンドレ・アブルノによって発掘が行われた。その文物はカーブル美術館に収められている。1964年にキューバザールがホテル建設のため破壊され、その後もジャームのミナレットは放置されていたがために、製片や内戦などにより遺跡や文化財の破壊が進んだ。2001年のアメリカのアフガニスタン侵攻では、 混乱に乗じての文化財の洞窟が行われ、遺跡も大きな打撃を受けた。またハリー・ルード川によるミナレット土台の浸透浸水の問題や道路建設などの開発計画も唱えられており、早急な対策が求められている。なお、2002年には遺跡保護のためユネスコの世界遺産に登録され、問題の早急な対応を促すため危機遺産にも指定された。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。